1999年の台風のデータ。台風の発生数は22個で、日本には全体の半分の11個が接近し、うち2個は上陸台風であった。台風1号は4月23日に発生。9月に発生した台風18号は、この年に発生した台風の中で最強の勢力にまで発達し、九州に上陸して熊本県を中心に、 大きな被害をもたらした。なお、台風の影響によるものではないが、8月には、神奈川県で熱帯低気圧の豪雨による黒倉川水難事故が発生。この水難事故により、強い熱帯低気圧や台風でなくとも大きな被害が生じることがあるという結論に至り、熱帯低気圧や台風における弱い波の強さ、中型などの勢力表現は、 災害への危機感を薄れさせる原因になるとして、翌2000年の6月1日以降廃止となった。199,901.04W リリン 199,902.05W199,903.06W エタン199,904199,905.09 ワットヘルミン1 9 96, 6, 9 9 6 1 9 9 9 0 7 1 1 w イサン1 9 12, 19 9 9 0 8 1 2 w 1 9 9 9 0 9 1 3 w 1 9 9 9 1 0 1 6 w ルディンチャイナエアライン642便着陸失敗事故の引き金にもなった 199,911.07EX 強台風となった 19万 9912.17W19 万 9913.19W19 万 9914.20W マメン19万 9915.21W ネネン19万 9916.22W9 月11日に日本の南海上で熱帯低気圧が発生当初この低気圧が台風に発達することはないと 予想されていたが、その予想に反して発達しながら、九州方面に北上し、14日に鹿児島県種子島近海で最大風速が秒速17.2メートルを超えたため、台風となった。17時頃に中心気圧985ヘクトパスカルで宮崎県南部に上陸。15日3時頃には愛媛県宇和島市付近に再上陸し、 四国を縦断して、同日10時頃に、兵庫県赤石市付近に再上陸した。さらに、近畿地方から中部地方を経て、15日15時に、長野県飯田市付近で、熱帯低気圧に変わった。199,917.23W199,918.24W オニアン9月19日に、沖縄県の南東海上で発生し、 北西進しながら急速に発達。22日には沖縄県近海で中心気圧930ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートルの非常に強い勢力となった。台風が接近した沖縄県の那覇市では最大瞬間風速秒速58.9メートル、最大風速秒速35.2メートルを観測した。その後勢力をやや弱めたものの、 中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速秒速40メートルという強い勢力を保ち、9月24日6時頃に、熊本県北部に上陸。大分県を縦断した後、中津市付近から、津大長へと進み、最初の上陸からわずか3時間後には、対岸の山口県宇部市付近に再上陸し、速い速度で山陰沖の日本海に抜けた。十五日二時頃に、 北海道大島半島に再上陸した後、12時頃に、網走沖で、温帯低気圧に変わった。199,919.25W199,920.26W ペパン 199,921.27W レニン 199,922.30W トライニング。ありがとうございます。